狭い。だからね、全然ね、泥棒じゃないほうが好きだからな。でも、380円か。ナイスです。やっぱこうアウトから言うとしないか。しないですね、うん、はい、だから引かないんだ、はい、アウトから言うとこう振り遅れて余計こうなりますね。そうそうそう、はい、うん、むしろヘッドから行くぐらいの方がスライスしますね。オッケー。ナイス。ドライバー自信持ってんな。ありがとうございます。絶対見に行かない。はい。おかげさまで、三橋さんのおかげで。もう徹底してそれがいいよ。ナイス。うん。ナイス。球打つ上手いやつは山ほどいるからな。そうだな、はい、確かにゴルフが上手いやつは少ないですもんね、うん、あ、なるほど。プロテストを通って、はい、試合でも上位に行ったり優勝したり姿を、はい、カップ持って優勝しましたとかスピーチしてるイメージ姿をイメージするとかね、あ、そうするとそう慣れてくるから、お母さんが喜んでもう涙流してね、喜んでる姿を思い浮かべるとか、胴上げしたい、胴上げ、寝る前にそれやれ、寝る前に、あ、寝る前に、そうすると潜在能力っていうのがそれに向かっても邁進してそれやろうとするから。絵本に書いてありました、それ、マーフィーの法則っていうんですよね。マーフィーの法則、うん、マーフィーの法則、そうそう、マーフィーの法則、いいじゃん、いいじゃん、マーフィーの法則、これは冗談でも何でもない、宗教でも何でもない、俺はずっとそれやってるからもう、その通りなのよ、また。それってあのパターが入るイメージとかじゃなくて、いや、それもできるしね、あの成功した姿を思い浮かべる、はい、俺は去年もその優勝したやつももうトロフィー持ってスピーチしてる姿も思い浮かべて寝たらその通りになって、それは結構あのもう例えばじゃあこう優勝してるイメージをするのもしたイメージするイメージじゃなくて、したイメージ、したイメージ、うん、例えばじゃあもう知ってる会場で、うん、あのコースのここのグリーンでみたいな、そうそう、でボードがあって5アンダー、スクラッチマナーって書いてある、もう鮮明に、俺も5アンダーでイメージしたら5アンダー、5アンダーで、じゃあ私焼肉食べるイメージ、いや、どれでもいいよ、なんでもこれ開いてる、うん、普通ではまっすぐだよ、それで、いやー、すげえな、おい、おー、いい、あ、でかい、止まった、ナイスだ、ありがとうございます。それ P か、 P です、やっぱりこのライダーがちょっと飛んじゃいますよね、左足下がりはね、ナイス。歩数払ったか。はい、7歩です。しかもナチュラルに歩いて。うん、ナチュラル7歩。何ヤードなくてもいいよ。はい。自分の歩数で。よし、オッケー。オッケー。
俺も必ずこれに来て、はい、向こうに行った時にこう、はい、この辺から 1,2,3,4,5,6,7,8 必ずパターンもやるんですか。パターンも全部、そうしないとね、体に記憶として残んないから、はい、漠然として打つんだと、はい、もうそれっきり、はい、残る、あの後に残んない。すいません、漠然としてました。おう、入る入んないは関係ないよ、はい、体がそれを覚えてる、覚えてる。ナイスバーディー。体を覚えてない。八方。しかもジャストですもんね。うん。うまいやろ、パター。うまい。パターティー。で、パターティー。消したいパターティー。チャンスはいずれやってくる。やっぱり。カップが大きく見えるよね。うん。え、なんか全部バーディーですか？3アンダー？ねえ、うまい。ゴルフって楽しいやろ。ゴルフやっててなんかストレスばっかり溜まって辛い時あるけどな。4試合続けて予選落ちするとなんかもう本当これはもう透明になったと思ったな。本当そうなります。うん、もう通らない。どんな金もそうなるんですか？俺、通常になった時に、うん、35試合ぐらいかな、うんうんうん、それで16試合落ちたんよ、半分。でちょうど3月、5月、7月、9月、11月ってちょうどピークがあるよ、はあ、そういうのがあるんだわな。でそれを全部ベスト5になって、そこがすごい。ああ、ここ、ね、自分から行っちゃダメな、チャンスが来るまで待つ、待つ、うん、待てないんだよね。待て。はい。よいしょ。おお、ナイス。おお。スライス打とうとしない方がいいよ。スライスになるとか。そうですね。よいしょ。ナイス。ありがとうございます。これで負けたか。よし、いいスコアで上がる。そうだ。いいね。簡単だもんな、これ見てると。やっぱ肌身負けたよ。飛ぶんですよ、本当に。俺も言いたかったけどね。はい。これは普通に打っちゃっていいと、あのちょっと。でもこれ受けてグリーン見えないから、これはちょっと上から行った方がいいよね。ハイドロー的な。うん、得意の球でいいんじゃない？あのちょっとあのロブのイメージ。うん、そう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 。球はちょっと勝ったり気がするけどな。上げた方が。うん。上げたかったら右に置かなくていいんじゃない？
気がした。出てきた。いいだけど。返しちゃうこれじゃ。いや返すんじゃなくてやっぱりちょっとこう腰引けたよね今ね。左に体重なかったよね。そうこの左足上がり前上がりがこう体開くと引っ掛ける。そう。やっぱり真ん中になってそうフック気味真ん中からフックになっちゃった、うん、とりあえず乗っけることが先決よ。何でもかんでもこう突っ込んでいこうとか、うん、そこに行かせようとするとああいうのが出る、うんうん、で右に乗って、うん、あまあいいやって思うような感じになるように、うん、バーディー取りたいんですけどダメですか。贅沢贅沢やんな。できないことそれは、はい、いずれチャンスが来るって思ってきゃいいよ。これじゃ100ヤードが例えば10ヤードぐらいにの離れたところに乗った時は、うんうん、まあがっかりするけど、はい、まあしょうがないなって思う、うん、そう思うしかないじゃんもう。あまあそうですよね。確いやアプローチするよりかは全然乗った直行の方が全然いいじゃん、はい、確かになんかやっぱバーディーを狙いに行っちゃってるんだな。そうだな。パターも入らなくて焦って早く楽になりたいのに バーディーが来ないバーディーが来ないって言って、うん、で1個ボギーが打つと一気にヤバいみたいな攻められないでボギー今度は2個バーディーが必要になるしな。だんだんバーディーの数が増える。そうなんですよ。借金返済が。そう返済が。リボ払い。でも取り返そうと思って取り返せんだったらそんなに打たねえんだから割り切るしかないんじゃない？それは取り返そうと思って取り返せたら簡単だもん。そう取り返そうと思ってバーディー取れる技術があったらボギー打たねえよ。そうだな。もうパーでしのぐ。うわ激ムズだな。これゴーエさん何使うんですか？まず考えることはボギーをもう考えとく、はい、何でもかんでもパリコッとすると大体ミスるよ、はい、もう頭の中はほとんどボギーだから、はい、これ難しいからねこれ、はい、じゃあこれ測ったか。はい14です。これはうまいわ。ナイス。オッケー。ありがとうございます。めちゃうまかった今の。なんかボギーでもいいと思ったら全然気が楽だった。ピーカパターピーカパターそれが集中力だ。はい、これピーなの。ピーカパター。これやっぱりさ、ここがめっちゃ受けてるからさ、なんかここで転がすか最初から転がすかしかないってことよ。これが下ってたら違うけど、これ登ってんだから。何事も練習です。で、こういうの嫌がるの。普段練習みたい。うん。今初チャレンジ。うん。ピッチングですから、もっと振り幅を小さくするの。小さくして、ボールだけ打つとかね。で、先っぽで打つとか、先っぽで打つと強さが弱まるから。
折れたら片付けちゃうからね。OK、これが取りこぼし。じゃあ、いかに取りこぼさないかって。そう、肩で寄せて、歯で寄せておまなきゃ、はい、あすみません、大丈夫、開けたはい、OKOK、なんだ多分なんですけど、多分気持ちの切り替えがめっちゃ、多分上手いと思うんですよ。うん、なんか私結構自分の中で大丈夫大丈夫と思っても、なんか、普段からだからさ、もうある意味自分に諦める癖つけとけばいいんだよ。諦める必要。これたまに1時間ぐらいの公演やるんだけどね、どういうイメージを持つか。どういうイメージ、どう思う。もう1時間話しっぱなしって大変なことだ。はい、それあらかじめ書いて勉強してなんとかするのも大変じゃん。はい、俺はどういうイメージを持つか。どういうイメージを持つか、どういうイメージ持つと思う。その話すときに、話すときに、いや、そのうまく成功させるためにその講演をね、なんかめっちゃ寝る前に、はい、イメージ、どういうイメージをするかって。したことないです、寝る前にイメージなんか。それはもう役立つよ。どういうイメージする。俺は公演が終わって懇親会をやるとき酒飲みながら、はい、あ、プロ今日の公演良かったですねとか、そこを思う、イメージするわけ。終わった後の、そうするとすんなりもう優勝した。なるほど。それを寝る前にやるともう完璧。めっちゃ気持ちよく寝れそう。寝れるよ。